はい、皆さんこんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はですね、平成24年式のプリウスアルファのご紹介をしていきたいと思います。はい、この内装外装のですね、解説をしていきたいと思うんですけれども、こちらの車はですね、実際に入庫してきた時にはあの小傷とかですね、ちょっとぶつけた傷みたいなものが結構実はあった個体でした。でそれをですね、あの一つ一つこう修復をしていってこう今に至っているということなんですけれども、修復という言葉を使うだけでですね、よく修復歴がある車とか、事故歴がある車だとかいうことで、マイナスに取られる方も結構いらっしゃるんですけれども、あの中古車市場っていうのはですね、査定が満点が S10 というですね、あの新車の査定があったり、5点とか 4.5 点とか4点とかですね、それぞれ の, その車の状態を新車からマイナスしてどのぐらいかとかいうのがですね、最初の査定で出てきます。でそういったですね、マイナス点というのを一つ一つクリアをしていったという意味での修復ということになりますので、次に乗られるお客様からするとですね、非常にメリットが高い状態になっているというふうにお考えいただいていいかと思います。で気になるところはですね、もう結構バンパーとかですね、ちょっとしたところは全て直してますので、非常に綺麗な状態になっております。この車が綺麗ですよというより綺麗にしましたというような感じですね。で横を回っていきまして、でこちらもですね、特にそのマイナスになるところっていうのは、まあ、横とかは全くないですね。でガリ傷等もですね、車の、インチ自体がそんなに、大きくないので、なかなかつきにくいということもあります。あとタイヤの目もですね、ちょっと少なかったので新品にタイヤを交換もしておりますので、そのあたりのですね、も安心していただけるんじゃないかなというふうに思っております。で後ろの方を回っていきまして、こちらもですね、角の傷とかそういったのも全くありません。でこちら、運転席側ですね、こちらの方もですね、パールホワイトのカラーになるんですけれども、あのパールの状態もですね、非常に綺麗に映りますね。で傷等もありませんので、気持ちよく乗っていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ガリ傷っていうのはちょっとここら辺ですね、ちょっと右側の、特に機械式のパーキングとかに止めたりする際にこういうところがどうしてもついてしまうということがあるんですけれども、一部こういったところがあるというぐらいで、全体的に見てですね、こういったマイナスがあるというようなですね、特筆すべきマイナス点というのはないのかなというような印象です。はい、内装なんですけれども、見ていただいてですね、パッと気づくのがこれ、シートカバーをですね、専用のシートカバーというのをつけております。で黒をチョイスしております。ですからシートの状態というのは、あの新品のような状態を今保っているというような状態ですね。まあ、こういったプリウスのシートカバーというのを取り付けをしております。あとプリウスアルファですね、結構多いのはですね、ここがボロボロになるんですよね。こう素材に問題があるとかいうこともあると思うんですけれども、これも例外なくですね、ここ結構ボロボロになってました。これもこのシートの素材に合わせた形でですね、張り替えをしています。こういう形ですね、あの気持ちよく乗っていただけるような状態になっております。リアの状態もですね、シートカバーをきちんとしてあるので、非常に気持ちよく乗っていただけるような環境になっています。で私もプリウスを実は昔所有したことがありまして、その時にですね、こだわって本革の、シートカバーっていうのを新車の時からつけてることがあったんですけれども、本革っていうのはですね、取り付けると思ったよりもですね、あんま伸びなかったりするんですよね。ですから収縮が全体的に見てですね、カバーをしてますよっていうような感じの、仕上がり感にどうしてもなってしまうということがあったんですけど、この合皮の方がですね、そういう意味では実用性が非常に高く貼ることができています。あとは子どもさんとかをですね、後ろに乗せた場合とかにはジュースをこぼしたりお菓子をこぼしたりということで、実際にかっこよさよりもメンテナンスをどうするのかというのがですね、気にされる部分になると思うんですけれども、この合皮であればですね、撥水もしますし、匂いがこう中にこう滞留するということがありませんので、そういった部分でもポイントが高い、施工をできているというふうに思います。はい、ちょっと走らせていきたいと思います。
で今走行がですね7万9000キロということで、結構走行距離自体はですね、伸びてきてはいるんですけど、今ですねプリウスで、中古車市場オークションでですねいろんな流通している車を見ますと40万キロとか50万キロ走ってる車っていうのは結構ザラにあるんですよね。で7万9000キロぐらいっていうのは、まあ、鳴らしが終わったかなというぐらいのですね、距離だと思います。特に日本で、僕らが、まあ、親の世代とかだと10万キロ走ったって言ったら、月までのあと半分だねみたいなお話をこうよくされたりとかするわけですよね。で10万キロ走ると車っていうのは結構ダメになるみたいな、なんとなくそういうのが残ってるっていうのは未だにあるんですけど、今って高速道路も昔と違って、充実してますから、年間に2万キロ3万キロ走る人っていうのはザラにいるんですよね。すると10万キロっていうのは 2,3 年でもう走ってしまうと。特にこういうハイブリッド車っていうのは燃費がいいとか実用性っていうのを求めて買われたりするので、やはり距離が伸びていくという宿命にあると思うんですよね。ですからこの車を長く乗られる方、特にこれを仕事で使われたり日常で乗り潰すと燃費もいいしっていうことで、コスト面で考えた場合にはこのプリウスアルファはですね、今2016年の7月4日現在ではおそらくこれ最安値で車を同程度の車では出しているというふうなことになりますから、かなり買い得感がある選択になるんじゃないかなというふうに思っております。今ですねすごいニュースでもあってるんですけど、真夏日も真夏日で今日むちゃくちゃ暑いですよね。外の外気温がもう40度を超えるという今日なんですけれども、今走った時にですねこのエアコンがむちゃくちゃ効きますね。アルファロメオとかですねプジョーとかに結構乗り慣れてるとこのエアコンの効き方はもうかなり嬉しい感じですよね。快適度合いっていうのはかなり高いというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思います。で先ほど走行距離の話をしたんですけど、距離がですね、走ってて何が問題かということなんですけど、こういった車においてはですね足回りっていうのがやっぱ一番に下手ってくるところになります。特に、ブッシュ系とかですねそういったところになるんですけれども、同じ走行距離でもゴムっていうのは、例えば輪ゴムをこんな厚い日にですね、アスファルトにポンと置いてるとすぐにこう干からびてもうポロポロになってしまうっていうことを見たことあると思うんですけれども、車のブッシュなんかもやっぱりゴムでできてるんですよね。ですからこれ平成24年式ということで、経年の劣化っていうのは時間に比例する部分があったりするので、その部分においてはですね走行距離というよりは期間、これがですねそんなに長くないと4年落ちぐらいですので、そういうところで言うと劣化っていうのは当然始まっていないと。で、走行距離が少ない車がいいというふうにですね神話のように思っておられる方もいるんですけど、確かに走行距離が少ないと確率的には車のですね、コンディションがいいという確率が高いという、まあ、そういうのはよくわかるんですけど、ただずっと放置されている車っていうよりは24年式からですねナンバーを切らずにしっかりとですね実用的に走られているという車の方が動いている分ですね機関系の調子はいいというふうなことも専門性でいうとですね、ポイントとして挙げられると思います。まあ、そのあたりもですね、選ばれる際の一つの指標としてですねご考慮いただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。特にこのプリウスアルファのですねこの白で全国で検索していただくとおそらく最も安い部類の金額設定というのを実はこの車させていただいていると思います。ただ車自体のマイナス点が特に大きくあるかというと決してそういうことはありませんので、そのあたりもご安心いただければというふうに思います。弊社がですね外車を基本的に専門に取り扱いをしてますので、特に車を選ばれるときのユーザーさんというのは外車を選ばれる方が中心になっているので、どうしてもですねこういった車を外に出すときには価格を安く出さざるを得ないと、競争力とか専門性というのはなかなか出せないんですよね、こういった車っていうのは。ですので思わぬ安い買い物、思わぬお得な買い物が実はできると
というのがですね、ぜひ知っていただきたいという試みもあって、この価格っていうのをですね、出させていただいております。ぜひですね、幅広い層の方に、この動画も見ていただきまして、積極的なお問い合わせをですね、全国的にいただければ幸いです。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。